クレタ島の戦い、クレタ島の戦い、クレタ島の戦い、バトルオブクリートは、第二次世界大戦中の1941年5月20日から6月1日にかけて、ドイツ軍の空挺部隊とクレタ島を防衛する、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、キリシアの連合軍の間で戦われた戦闘を指す。ドイツ軍は、メルクール作戦、ドク、アンターネクマンメルクーは、 ギリシャ神話の商業を盗賊の神メルクリウスに由来と呼んだ。両軍とも戦闘の過程で重大な失策を犯したが、クレタ防衛軍の犯した失策により、マレメ飛行場はドイツ軍に奪取され、それが島全体の疾患につながった。1940年10月28日、イタリアがギリシャ本土に侵攻した時に、イギリス軍はクレタ島に侵入した。 イタリア軍は当初ギリシャ軍に撃退されたが、1941年4月にドイツが介入すると、ドイツ軍は1ヶ月でギリシア本土を石鹸し、ギリシア政府、ギリシア王家はクレタに逃れた。ギリシア軍、イギリス連邦軍兵士5万7千人もギリシャ本土から撤退したが、これらの部隊は重装備をほとんど失っていた。イギリス海軍は彼らの多くを輸送し、一部は 当時1万4000名であった、クレタ島に送られた。ギリシア軍第5師団は、クレタ島出身者からなる師団であったが、前年にアルバニア戦線に送られてしまい、ほとんどは、クレタ島に引き上げることはできなかった。1941年5月までには1万名から、なる11個のギリシャ人の民兵大隊が組織され、最終的に防衛軍は3万人にまで増やされたが、武器。 弾薬などの装備は極度に不足しており、活用火器の種類は雑多で旧式のものが多かった。イギリス側では、クレタを防衛するかには議論があり、中東戦域司令官のウェーベル大将は、すでにメソポタミア、リビアで多方面戦争を展開する中でのクレタ島の戦略的な価値には、会議的で放棄するべきであるとしたが、首相のチャーチルはこれに反対で、防衛強化を支持した。 1941年4月30日、クレタ島を防衛するイギリス、ギリシャ、オーストラリア、ニュージーランド連合のクレタ防衛軍の総司令官にニュージーランド軍のベルナルド・フレーバーグによりドイツ軍の大規模な空挺攻撃が迫っていることが通知されていた。しかし、ウルトラの情報源を取得することは最重要であったので、ウルトラの伝文はフレーバーグのみが読むことができて、 独語の焼却が求められており、他のザイクレタの指揮官は、その存在すら知らなった。ウルトラ情報は、大規模な空艇攻撃が迫っていることを伝えていたが、大規模な海上からの上陸作戦があるとは伝えて、いなかったにもかかわらず、フレーバーグは、海上からの大規模な進攻に備えて、ハニアの東へ、海浜陣地を敷き、その反面、空艇攻撃の敵地であった。 丸目飛行場の西隣の平地にはわずか1個大隊を配置しただけであった。後にフレーバーグはこの部隊配置について批判されることになった。リヒト方辺の外部航空軍団による強圧でドイツ軍の上陸前にイギリス空軍機はすべてエジプトへ引き上げてしまったが滑走路の破壊措置や地雷埋設などの対応は取られなかった。 クレタ島の補給に適した港はすべて北岸にあり、クレタ島周辺海域は日中はドイツ空軍に制圧されていたので、エジプトからの補給はドイツ空軍の脅威にさらされていた。5月19日のウルトラ情報は翌20日が作戦実施日らしいことを伝えていたが、19日夜も20日、朝もフレーバーグの司令部から参加部隊への特段の警報措置は、 なされなかった。ドイツにとって、クレタ島のダッシュは戦略的に重要であった。東地中海で活動するイギリス地中海艦隊の重要な港となっているだけでなく、クレタ島に長距離爆撃機を配備すれば、ソ連との手切れが迫っているドイツにとって、死活的に重要なリューマニアのプロエシチューデンを爆撃可能であった。さらに、ドイツにとっては、独ソ戦を開始するにあたり、 東地中海の安全を確保しておくことは必要不可欠であった。クレタ島周辺の正海圏はイギリス海軍が握っており、制空圏は数軸国側にあったことから、クレタ島への第一波を海上から上陸作戦で進行させず空から攻撃、占領するという空挺作戦がドイツ空軍の主導で立案された。以前、定地諸国、ノルウェー、 デンマークへの進行時に小規模な空挺作戦が実施されたことがあったが、今回のように主攻作戦として、パラシュートやグライダーの空挺部隊を主力とする大規模な空挺作戦は初のものであった。総司令官は第四航空艦隊のアレクサンダー・レイア、上級大将が任せられ、制空権確保、大地攻撃のバイブ航空軍団と空挺部隊の臭い航空軍団を統括した。 国際航空軍団の参加には、空挺突撃連隊第7高架両兵士団からなる高架両兵約2万千名があった。ドイツ軍の攻撃計画は、攻略部隊を3つに分け、空挺部隊でクレタ島のマレメ、イラクリオン、レティムノン、旧正レティモノ角飛行場を占領し、その後、飛行場への空輸と輸送船での回路で増援部隊を送るものであった。 ドイツ軍はイタリア海軍主力艦艇による上陸作戦の支援を依頼したが、またパンミサキ機海戦で敗北したばかりのイタリア海軍は泡で補助艦艇によるわずかな協力を取り付けたのみであった。計画は4月25日にいかなることがあっても来たるべきバルバロシサ作戦の作戦開始日に影響を与えないことを条件としてヒトラーにより承認され、 総統指令第28号として発動された。作戦開始日は5月16日とされたが、輸送機の整備と燃料輸送の関係上、5月20日に延期され、参加部隊も第22クルイフ評師団から第5山岳師団に変更された。なお、ドイツ軍は、クレタには約8000人程度の装備劣悪のギリシア、イギリス連邦諸国軍がいるであろうと推測していた。 1941年5月20日午前8時、飛行場制圧のためマレメとチャニア近郊にドイツ軍パラシュート部隊が降下した。第2波はレキムノンとイラクリオンに降下した。降下に先立ち、ドイツ空軍は3時間にわたる激しい爆撃を行いほとんどの対空兵器を破壊していたが、ドイツ軍の降下部隊は大打撃を受けていた。 全域で降下には最悪の強風にさらされており、マレメではフレーバーグのニュージーランド部隊の陣地を囲うように降下してしまい激しい銃撃にさらされ、さらに共に投下した重火器を回収できずに被害が拡大した。ハニヤ、急カンディアでは降下地点がひどい岩場のせいで多くの死傷者が出た。午後4時ごろ、第3波が再びレティムノンとイラクリオンに降下した。 別の飛行場の制圧が目的だったが、彼らもまた防衛軍による激しい抵抗に遭遇した。作戦第1日目は前述の悪風とクレた島に空挺部隊のすべてが到着していなかったこともあり、ドイツ軍は目標である3飛行場のいずれも確保できなかった。一方、フレーバーグは上陸作戦を警戒し、 海岸陣地に張り付けていた部隊はそのまま維持し、飛行場周辺に降下したドイツ軍の迎撃には向かわせなかった。さらに、初日に死守した島の最重要拠点で、ドイツ軍の主目標である丸目飛行場を見下ろす107、高地を、降下部隊による激しい攻撃と重火器の破壊、弾切れ、故障、さらに飛行場の守備部隊と連絡と絶したことで、狼狽し、 その夜中に放棄してしまった。後に飛行場守備部隊はかなり優勢だったことが分かったが、奪還を図るも成功せず、ほどなく、丸め飛行場もドイツ軍に制圧され増援のピストン輸送拠点となった。ドイツ軍は19日に回路進攻を開始した。イタリア海軍から駆逐艦2隻と小艦艇、約20隻の増援を受け、戦断を2つに分けて、クレタ島に向かわせた。 これらの戦団を阻止するため、アレキサンドリアに司令部を置く、イギリス地中海艦隊もクレタ島近海に、戦艦、ウォースパイトとバリアントと機関とする艦隊を出撃させ、主力艦隊の司令、ローリングス少将は、ブクドの四つの部隊に艦隊を分け、クレタ島北部から北西部の海域にかけて進出させた。21日の夜に、 クレタへ向かっていた、イタリアの水雷艇ルポに護衛された船団が、スパダ岬沖でグレニー少将が率いる、軽巡洋艦、ダイドーエイジャックス、オライオン、駆逐艦、ジェーナス、キンバリー、ヘイスティ、ヘレワードからなる、イギリス海軍 D 部隊と遭遇した。まず、ルポとジェーナスが出会い、それからルポは、ダイドーオライオンと交戦した。この際、 大道の2 0ト、mm、ル砲がオライオンに当たり被害を生じさせた。続いて、エイジャックスからの攻撃で損害を受けながら、ルポは退却した。この後 D 部隊は戦乱にかなりの損害を与えた。翌朝、キング少将が率いる、軽巡洋艦、ナヤド、パース、防空巡洋艦カルカッタ、カーライル、駆逐艦カンダハー、キングストン、ヌビアンからなる、イギリス海軍 C 部隊は、 ドイツ側2隻に損害を与え、ロスト南方で、ルポとは別の船団を護衛していた、水雷艇サジタリオと遭遇した。サジタリオは船団を分散させ、縁幕を張ると、イギリス艦隊へと向かっていった。続く戦闘で、サジタリオは、キングストーンに損害を与えた。敵が縁幕に隠れると、キング少将は、対空溶弾薬の不足などから攻撃を断念して、西へ退避を開始した。 キング少将は敵戦団の存在には気づいていなかった。戦団の損害を報告されたドイツ軍は回路進行を一時中断させることを決定した。22日にドイツ軍は第五三岳士団をマレメの飛行場の西と海岸に輸送機で強襲空輸し、午後4時頃に同部隊がマレメの飛行場の制圧に成功した。その後もドイツ軍は 安全を確保しきっていない段階から、マレメの飛行場へ、増援部隊と物資を空輸したため損傷する輸送機も続出したが、この増援を受け取った第5山岳士団を主力に、連合軍を圧倒しめ、同日中に、マレメは制圧された。また、同時に、ドイツ空軍も、地上支援任務から解放され、イギリス海軍の攻撃に集中した。イギリス海軍は、 最初の回路進行こそ頓挫させることに成功したが、ローリングス少将の艦隊は、クレタ島での警戒の中止を決定した。期間中も激化する空襲により、戦艦、ウォースパイトが大きな損害を受け、軽巡洋艦グロスター、フィジーと駆逐艦グレーハウンドを失った。空挺降下の開始から飛行場の占領までに、軽巡洋艦2隻、駆逐艦4隻を撃沈され、24日に、 アレキサンドリアに寄港した。二十三日、クレタ島に残存していたイギリス海軍の小艦艇に対してドイツ空軍の攻撃が行われ、連合軍はドイツ側上陸船団を海上で阻止する、術を失った。同日の夜には、ギリシア国王救出のため駆逐艦五隻がクレタ島近海に進出した。二手に分かれ隻が救出に向い、三隻はクレタ島北方に回って、 マレメの飛行場に艦砲射撃を行った。夜のうちに駆逐艦は退却を始めたが、3隻はドイツ空軍の爆撃機、ユンカース187の攻撃を受け、ケリーとカシミールが撃沈された。カルパソス島攻撃に出撃した空母、ホーミダブルが5月26日にドイツ空軍の空襲で損傷を受け、クレタ島への増援を送ることも困難となった。 5月22日には3月26日に損傷を受けた巡洋艦用区も放棄された。5月27日にはカステリ湾に戦乱が到着し、ドイツ軍の上陸が開始された。イギリス軍の司令部は絶望的な情勢であると判断し、ようやくクレタ島からの撤退を決定した。連合軍はクレタ島東部のイラクリオンから28日に撤退し、29日には クレタ島南部の港町、スファキアからも脱出が試みられたが、双方で、ドイツ空軍の爆撃を受け甚大な損害を被った。レティムノは5月30日の夜に陥落し、ドイツ軍は東部にあるミラベラ湾に上陸した、イタリア軍との連絡が可能になった。ドイツ軍の圧倒的攻勢で、イギリス軍は28日から31日の夜にかけて、 死に物狂いの撤退戦の中山岳を越え島の南側まで退却し、イギリス海軍の支援により、約1万7千人が島から撤退できた。しかしこの時1000名以上の死者を出し、スファキアに取り残される結果となった5千人を含めて多くの者が捕虜になり、支援したイギリス海軍も29日に空襲を受けて、損害を受けた。その後、拘束を逃れた。 連合軍の残存兵は1941年までに約500人が抵抗を続け、軍服を脱ぎ非戦闘員に紛れ込む者もいた。侵攻から10日後、ドイツ軍はクレタ島全域を占領し、6月1日にクレタ政府が降伏した。撤退作戦に従事したイギリス海軍は、ドイツ空軍の攻撃を受け、軽巡洋艦軽かった駆逐艦、ヘレワード、インペリアル、 ジュノーは撃沈され、戦艦防スパイとバリアントも損傷した。しかし、ドイツ軍の損害も非常に大きく、パラシュート兵の4人に1人の割合に当たる500機以上投入された輸送機受50にも半数が失われた。クレタ島の戦いでは、女性や少年を含むクレタ島住民の総統が銃を取って抵抗した。また、ギリシア民兵部隊は、 軍服が大量に不足していたので、軍服が支給されずに戦闘に参加した者が多数いた。ドイツ軍の解釈では、戦闘行為は双方の戦闘服を着用した戦闘員に限られるべきで、戦闘服を着用せずに戦闘に参加した者には、ハーグリック戦条約は適用されないとした。戦闘終了後、ドイツ軍は、軍服未着用ギリシア民兵やクレタ島、住民、 千名以上を正式な裁判を経ることなしに銃殺した。このため、クレタ島住民の対独感情は極端に悪化した。撤退できなかった、連合軍将兵の一部は、島の中央部の赤稜山脈に逃げ込んだが、そこには、共産党系と非共産党系の反独武装組織が万挙していて、ドイツ軍の支配は部分的であった。連合軍の撤退からほどなくして、 イギリスの特殊作戦執行部は連絡将校を派遣し、非共産党系の武装組織を支援し始めた。1943年には特殊作戦執行部将校の立ち会いのもと、共産党系と非共産党系の付箋協定が成立した。1943年7月のムッソリーニの失脚に伴い、島の東3分の1を占領するイタリア軍司令官は、 イギリス軍に連絡を取り、イギリス軍による侵攻と保護を求めたが、連合軍側には、クレタ島侵攻計画はなく、ドイツ軍は東部にも進出して、イタリア軍を武装解除した。イタリア軍司令官は、特殊作戦執行部の助けで、エジプトに脱出した。1944年8月のソ連軍のヤッシーイコール、キシニョフ構成で、ドイツ軍は大敗し、 ルーマニアとブルガリアは9月にドイツに宣戦した。このためドイツ軍にとってギリシアを保持する理由はなくなったのでドイツ軍は10月にはギリシア本土から撤退を始めたがクレタ島については制海権も制空権も失っていたので撤退は行われなかった。しかし10月にはハンドク武装組織による圧力でドイツ軍はイラクリオンチックからは 撤退を余儀なくされ、イラクリオンに自治政府が成立した。1945年5月のドイツ降伏とともに、島のドイツ軍も降伏した。戦後、ギリシア政府の要請で、連合軍捕虜になっていた、歴代二人の暮れた占領軍司令官がギリシアに引き渡され、戦争犯罪の罪で死刑判決を受け、アテネで銃殺された。 この戦いで両軍が導き出した結論は異なっていた。連合軍はドイツ軍の史上初の大規模な空挺作戦が鮮やかに成功した印象を受け、空挺部隊を研究育成し、後のシチリア島上陸作戦、ノルマンディ上陸作戦、マーケットガーデン作戦、ルール効果作戦などで多用、活用されることとなった。一方、ヒトラーは ドイツ軍の多すぎる犠牲に衝撃を受け、再び大規模な空挺作戦を実施することはなかったが、元英国軍のジェームズ・ルーカス及び複数の元ドイツ高下両兵によると、実際は大規模な空挺部隊を運ぶ輸送機がなかったことが理由と語られている。その後ドイツのパラシュート部隊は、小規模な運用が西部を中心に行われたが、実質、特殊部隊、 エリート地上部隊として扱われるようになった。また、ドイツ空軍はこの作戦に、飛行学校訓練部隊用の152、教官がパイロットを務めたも投入し、多数を失い、パイロットの育成に影響が出始めた。この貴重な教官と訓練機の投入は、スターリングラード攻防戦でも行われた。他国同様に地上に着くまでほぼ丸腰が基本だった、空挺兵のために、 汎用機関銃 MG34 と同じ強力な 8mm、マウザー弾を連射でき、かつ精密射撃も可能で、さらに突撃銃、STG44 より軽く、主力小銃か9 8キロより短く、白兵戦に耐える強度を持つ FG42、42年式降下量兵小銃、が開発された。ドイツ軍、連合軍双方、空挺部隊の戦術、 蛍光兵器の運用、研究に関する起点となった戦闘でもあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。